キッチン工房へようこそおいでくださいました。今回はこんなバッテリーパックはいかがをお届けします。きっかけはこれ、十数年も前に購入した台湾製のハンディタイプの草刈り機。このバッテリーパックを一シーズンに5、6回使用する頻度で数年でいってしまいました。中身は SC サイズのニッケルカドミウム電池。この SC サイズの電池はちょっと昔のハンディタイプ電動器具にたくさん使われてますね。ただ使用する頻度が少ないと保管状態によっては気がついたら行ってしまっている場合が多いです。バッテリーパックは専用化されており他に転用できないのが欠点ですね。まあこれはメーカーの策略ですがね。随分前にこの策略にはまる前とインパクトドライバーのバッテリーパックを分解し秋月電子で購入した SC タイプの2カド電池と交換したのですが、端子をハンダ付けしたので他の電動器具には転用できません。そこでフレキシブルに使えるバッテリーパックを作るため次のような製作条件を設定しました。電池はいつでも簡単に手に入る市販の充電池を使用します。また劣化したら交換が簡単にできるようにハンダ付けやスポット溶接をしないことにします。こうして作ったバッテリーパックは簡単に脱着できるようにしたいと思います。そこで簡単な完成イメージ図をいつものように書いてみました。簡単に脱着させるため AC100V コンセントを加工します。また電池をハンダ付けしないと端子間の接触抵抗が大きくなってしまい熱損失が発生しますが、バネではなくボルトのねじ込みにより接触圧力を大きくすることで接触抵抗を下げたいと思います。それでは製作に入る前にバッテリーパックをセットする相手を観察します。この中になんとか工夫してオスのコンセントを埋め込めばいいですね。コンセントは引き出しの中に転がっていたこれを使います。本体の形状に合わせオスのコンセントを削ります。固定すればうまく脱着できそうです。メスのコンセントできるだけ短く切断。充電池との接触部分は圧着端子を使います。バッテリーパック本体は厚さ 2mm のアクリル板を使って加工したいと思います。メスのコンセントと電池を並べ現物合わせで寸法を取ります。アクリルカッターでそれぞれのパーツをひたすら切り出し、電池をネジで固定するので強度が必要なため3枚重ねで接着します。ネジ穴と端子を通す穴を開けます。タップを立ててボルトをねじ込めるようにします。端子には M3 のボルトとナットを使用しました。それぞれの端子は硬いので電池との接触面積が小さくなります。少しでも接触面積を大きくするため柔らかいハンダをそれぞれの端子に持っておきます。こうすることでネジをギュッと締め付けた時ハンダが電池に密着して接触抵抗が小さくなるはずです。次に充電池を直列に6個配置するので2列にすると連結配線が必要になります。簡単に固定できるように圧着端子を使いました。必要なパーツが揃ったので電池サイズに合わせてアクリル専用接着剤で組み立てます。ボックスの蓋を作ります。 M3 のボルトで固定できるようにします。蓋を固定する穴にタップを立てます。メスのコンセントをバッテリーパックに固定します。グルーガンを使いました。いよいよ最終段階、
コンセントがスムーズに合体できるように挿入ガイドを両面テープでくっつけます。オスのコンセントもグルーガンで固定しちゃいます。さて、うまく電力を取り出せるかな。充電池をセットして電圧を測定します。ああ、よかった。さて、最後に本体を組み立てましょう。余分な部品や配線を除去してハンダ付けしていきます。組み立て完了。さあ、作動確認です。いかがでしたか。このチャイナ製ニッケル水素充電池 2100mAh が6本で20分以上作動できました。劣化したら簡単に交換できるし、普段はバラして他の電子機器に使えるので無駄なく使えますよ。ご視聴いただきありがとうございました。鉄筋工房にまた来てね。